こんにちは。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しいです。私たちは、急に我々の前に現れる可能性がある未来に対し、喜んでいます。あなた方の上空には宇宙船が増えつつあり、地球外生命体との個人的なコンタクトも増えていることに、私たちは気づいています。その理由は、人間たちが大量の呼び出しを受けているからです。あなた方の世界の人々が求めている助けを素直に受け取り、地球外生命体とのコンタクトを手に入れてきたあなた方の数はかなり多いです。あなた方は常に先導者であり、最先端を進んでいる人々です。宇宙船を目撃したり、個人的に接触したりしているのは、あなた方が自分たち以外の人類に公開の準備を進めているからです。これらの経験は人類の統一にも寄与します。天の川銀河と宇宙には多くの種族が存在していることを知ったとき、私たちは自分たちが一つの種族であると理解することができます。あなた方には共通点があります。それは地球での経験、人間としての生活、苦痛、そしてあらゆる種類の感情を味わうことです。これらの経験が合わさり、あなた方は人間という独特の種族となっています。あなた方が選択すれば、お互いに理解し合うことができます。しかし、生活経験が大きく異なる地球外生命体を受け入れるのは大変でしょう。人類が本当にファーストコンタクトを望むのであれば、仲間である人間同士が理解し合う方法を見つけることが必要になります。私たちは意見の相違を抱く人々についてだけでなく、不適切な行動をとる人々についても議論しています。地球外生命体とのコンタクトを単なる機械の操作ではなく、人類統一の手段として捉えるならば、私たちは地球において、そして仲間の人間に対して真に善良な行動を示すことができます。ネガティブな感情を避けることが必ずしも良いことだとは言えません。現在の地球の状況がいかなものであれ、その原則は同じです。自分自身をしっかりと持ち、現実に足をつけ、目の前にあるものだけでなく内面にも取り組むことはいつでも重要です。宇宙船に連れ去られてしまった場合、それは難しくなるでしょう。そのような体験では、言われているほどの素晴らしい成長は期待できないでしょう。あなた方を見て助けたいと思っている地球外生命体たちは、あなた方を救うことを望んでいるわけではなく、自分自身や自分の世界、人間の仲間を新しい視点から見ることを望んでいます。だからこそ、彼らはそのような視点をあなた方にもたらすでしょう。それは新しい視野を開くこととなりますが、多くの人が考えたことすらないものでしょう。そしてそれはあなた方が互いの違いを理解するのに役立つでしょう。なぜなら、あなた方全員が自分たちが地球外生命体によって創造され、これまでずっと助けられていたことに気づくからです。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて楽しい時間を過ごしました。